渡辺義明は神奈川県横浜市出身のプロ野球選手。宇藤左打東北楽天ゴールデンイーグルス所属。祖父は横浜高等学校公式野球部で監督を務めた渡辺元里氏。実母は元里氏の次女で元里氏が横浜高校の公式野球部監督を務めていた時期に野球部の寮母を務めていた。その関係で幼少期には 両親と共に、両内で生活。横浜市立、六浦南小学校2年次から、軟式野球を始めると、横浜市立富岡中学校時代には、中本牧シニアでのプレーを経験した。中学校からの卒業を機に、横浜高校へ入学。中学生時代に当時公式野球部の監督だった、元里氏に入部を訴えたところ、 お前の実力ではユニフォームを着られないという言葉で突き放されたため一般入試での合格を経て入部にこぎつけた。もっとも入部後は元里氏からの指導のもとで一年次の秋から一塁手としてレギュラーの座を確保。2年次夏の選手権神奈川大会に同学年の浅間沖高浜祐一氏とのクリーンアップで臨むと準々決勝で 松井祐希を要する霧光学園高校を破った。さらに、前年秋の神奈川県大会で敗れていた平塚学園高校にも決勝で接続したことによって、神奈川代表として第95回全国高等学校野球選手権大会に出場した。ただし実際には、右肘の疲労骨折を押しての出場だったため、3回戦で、 高橋三成を擁する前橋育英高等学校に敗退。結局、同校はこの大会で優勝した。3年時には、春の第86回選抜高等学校野球大会に出場。八戸学院高校子高校との初戦で2安打を打ったものの、チームの勝利につながらなかった。夏の選手権神奈川大会では、小笠原慎之介、 吉田亮などを要する東海大相模高校と準決勝で対戦。自身は3安打を打ったが、チームは3期連続の全国大会出場に、あと一歩届かなかった。甲子園球場の全国大会には、春夏通算で3試合に出場したが、打率。182、1打点と振るわず、卒業後は明治大学に進学した。2学年先輩には、明治大学でもプレーする。 流遊や、2学年後輩に後に、楽天でもプレーする藤平昇進がいる。明治大学では、一年時の春から、ベンチ入り。二年時には、肖像類種へ定着するとともに、チームの東京を6大学野球リーグ戦春秋連覇に、貢献した。二年の春季リーグ戦では、打率、289を記録するとともに、三類種として、ベストナインに選出。二年の秋には、 リーグ戦で打率359を記録した後に第47回明治神宮野球大会でも打率364でチームの優勝に貢献した3年の周期リーグでは打率364で2度目のベストナインを受賞遊撃手に転校した4年時には春秋ともベストナインへ選ばれるとともに最後のシーズンだった周期リーグ戦に打率420で 首位打者のタイトルを獲得した。在学中にはリーグ戦で通算90試合に出場。本塁打は出なかったものの打率314、33打点という成績を残した。野球部の2学年先輩に星智美、佐野啓太、1学年先輩に斉藤大将がいる。また、大学3年時には第41回日米大学野球と 第29回ユニバーシアード4年時には第42回日米大学野球と第29回ハーレムベースボールウィークに日本代表として出場した。このような実績を背景に2018年の NPB ドラフト会議では松井が所属する東北楽天ゴールデンイーグルスから6巡目で指名。契約金3000万円。 年俸750万円という条件で入団した。背番号は48で、楽天にはこの年から、同性の渡辺祐樹が在籍しているため、報道などでは、渡辺慶という略称が用いられている。2019年は一軍の春季キャンプに参加し、監督の平石洋介から、野手 MVP に選出。オープン戦からは試合への出場機会を増やすべく。 大学時代まで実戦での経験がほとんどないワイヤの守備練習を始めた。公式戦の開幕こそ2軍で迎えたが、5月19日に1軍初昇格を果たすと、同21日の対、北海道日本ハムファイターズ戦、9回表に今江年賞への代走としてプロ初出場。5月23日の同カードでは、9番、3塁でプロ初のスタメン出場。 5回表の第2打席で、杉浦実大から、プロ初安打を放った。6月5日の対読売ジャイアンツ戦では、7番、左翼で、初めて外野手として、スタメン出場し、第1打席で、敵地打を放ち、プロ初打点を挙げると、第2打席と、第3打席でもヒットを放ち、プロ初の猛打賞を記録。6月19日の対阪神タイガー,アース戦。 同22日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では代打で敵時打を記録するなど交流戦では主に代打として活躍したリーグ戦再開後も内外野を守れるユーティリティ性と勝負強いバッティングを武器に一軍に定着し8月24日の対埼玉西武ライオンズ戦ではプロ初本塁打を放ったルーキーイヤーは一軍で77試合に出場し打率 225.1本塁が26打点を記録。40試合で外野、30試合で3塁、3試合で2塁、1試合で遊撃を守り、得点圏では22安打で24打点、打率393と持ち味を発揮した。シーズン終了後は2軍監督の三木はじめが1、軍監督へ就任したことに伴い、 高校時代の定位置であった一類の守備練習を未期の要望で開始した。契約公開では650万円増となる推定年俸1400万円でサインし、12月25日には中学校の同級生である一般女性と結婚した。2020年は開幕一軍入りを逃したが二軍で打率。二十九と結果を残し、八月八日にシーズン初昇格。 25試合に出場し、得点圏打率。429と勝負強さを見せたものの打率。237、特にスタメン出場時に思うような結果を残せず、9月28日に登録抹消。10月24日に再び出場選手登録をされたが、この年は35試合の出場で打率。235.0本塁が12打点という、 成績に止まった。オフに250万円減となる、推定年俸1150万円で契約を公開した。2021年は初めて開幕一軍入りを果たすも、結果を残せず、4月22日に登録ましょう。その後は長らくに軍調整が続いたが、8月には、イースタンリーグの打率トップに踊り出るなど結果を残し、9月4日に一軍再昇格。 9月25日の対オリックスバファローズ戦、8番、2塁、で最小格5発となる、スタメン出場を果たし2安打と結果を残すと、同29日30日の対日本ハム戦でも、複数安打をマーク。10月5日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、シーズン第1号ホームランを含むプロ初の4安打を、記録した。戦術の通り、野球部の選手寮で長らく育ったため、 歴代 OB の和久井秀明や筒子を吉友などと顔見知りである。プロ1年目のオフには祖父にあやかって作られた初の個人グッズ、孫の手が2019年11月24日から販売され、同28日の契約公開時点で完売間近と売れ行きも好調であった。ありがとうございます。